イタリアリーグ開幕戦を目前に控えたピエモンテは新加入の選手を交えて合同練習を行っていた。決めさせるか。おいおい、どうした？ピエモンテの誇るフォワード陣ってのはこの程度なのか？調子に乗りやがって。次は俺が相手だ。お前日本代表のエースストライカーだったよな。次から次へと面白いチームだ。ヒューガ、お前の最高のシュート見せてみな。入ってきたばかりの奴にこれ以上でかい顔をさせるわけにはいかねえ。止められるもんなら止めてみろ。決まったと思ったのに。まあ、波のゴールキーパーなら止められねえだろうな。だが日本のエースストライカーもこんなもんか。期待外れもいいところだ。何？監督、すみません。はい。今まで何していたかなんて関係ねえ。とんでもないゴールキーパーだってことは分かったぜ。なんだ、もう終わりか。負けたまま引き下がるなんて、それでもストライカーか。なんだと。今のが全力ってことはないだろう。最高のシュートを見せてみな。ふざけやがって。今度は絶対に決めてやるぜ。レッジョでの経験の集大成、こいつに見せてやる。何です？それならやっぱりあいつでしょ。ヒューガ小次郎ですよ。確かにあいつのシュートは全てセーブしましたよ。ですがね、最後のシュートだけは冷や汗をかきました。ピエモンテには実力のあるプレイヤーが多い。
その中にあのシュートが光るものがある。ただ練習だからか、あいつは自分の中にある本当の力が出し切れていない。開幕戦、強豪ナポリが相手なら、あいつの中に眠る猛虎が目を覚ますかもしれませんよ。シュートじゃエースストライカーにはなれねえとか抜かしやがった。だったらあいつが見ている前でその言葉が間違えたってことを分からせてやる。よう、ヒューガー、ワールドユース以来さすがのお前でも開幕戦は緊張するみたいだな。そんなヤワじゃねえ。お前こそヨーロッパ初舞台でビビんだよ。ワールドユースで戦った時の俺とは違うってことを思い知らせてやるぜ。その言葉そっくりそのまま返してやるよ。殺し合い、俺にとってはイタリアリーグの開幕戦ってだけじゃねえ。世界一のストライカー、その夢を実現するための最初の戦いだ。